1861年に退任した、サイのアンドリュー・スコット・ウォー。サー・アンドリュー・スコット・ウォー少将の前任者、サー・ジョージ・エベレストにちなんだ命名をしたことで知られた。ウォーは、1810年に生まれ、ベンガル公兵隊に入隊した。ブロンプトン墓地にある、アンドリュー・スコット・ウォーの墓1832年、まだ若い士官だったウォーは、インド大三角測量の仕事に就いたが、 これはエベレストがインド測量局長官に就任してから2年後のことであった。エベレストが1843年に退任すると、王が公認の測量局長官となってエベレストの下でたどり着いたヒマラヤ山脈から先の測量を続けることとなった。しかし、この地域の標高の高さは予測不能の気象とも相まって1847年以前には ほとんど有益な情報が得られなかった。コンピュータを用いる手法の登場以前には、何人もの人間によるチームが何ヶ月にもわたって、三角測量の原理に基づく計算、分析、外装を行わなければならなかった。当時の記述によると、1852年にチームのリーダーだったラダナート・シクダールが王のもとにやってきて、当時ピーク15と歌唱されていた散歩が、 この地域で最も標高が高くおそらくは世界最高峰であろうと報告した。現地で目視していた観測者たちは誰一人としてこの散歩が最高峰ではないかと示唆していなかったが、この散歩が目視された6地点がいずれも100マイル以上の距離を隔てた場所であったことを考えれば理解できるところである。何らかの5人の可能性もあると考えた王は、 この分析結果をしばらく公表しなかったが、1856年にこれを発表し、合わせて前任のインド測量局長官、ジョージエベレストを称えて、懸命することを提案した。この提案は、当時もその後にも、諸々の議論を引き起こしたが、それはエベレストが地理的特徴の名称については常々地元の故障を尊重して採用してきたという経緯があり、 王もその方針を受け継いでいたからである。王は、この散歩については、地元の故障が確認できなかったとしたが、チベット語で、チョモランマという名があることは知らなかった。皮肉なことに、当のエベレスト自身が当時この命名に反対していたにもかかわらず、数年後には、エベレスト山が正式名称として採用された。エベレスト山の標高は、 厳密には2万9000フィートと計算されたが、2万9000フィートが概数と誤解されないよう、公式には 29, 2万9002フィートと発表された。このためウォーはエベレスト山の山頂に2フィート積み上げをした最初の人物と皮肉混じりに称されるようになった。エベレスト山の標高の確定によって、ウォーには様々な賞賛が寄せられた。 1857年には王立地理学会が金メダルを送り、翌年には王立協会のフェローに選ばれた。3年後の1861年には少々に昇進し、インド測量局長官の職はヘンリー・トゥイリーが継いだ。王は1878年に死去し、ブロンプトンボチの東側の壁沿いの中ほどの位置に埋葬された。最初の妻、 レディオーは1866年2月22日に42歳で死去した。5歳のセシリアイライザーデレードは1884年2月9日に死去した。ありがとうございます。